クラウディネー・キリーノ・ダ・シルバは、ブラジル・連想イ・スパウリスタ出身で短距離走を専門にしていたモトリク上競技選手。200メートルの自己ベストは、南アメリカ歴代2位及びブラジル記録の19秒89。世界大会でのメダル獲得は、200メートルは1997年、アテネ世界選手権で、銅メダル、1999年。 セビリア世界選手権で銀メダルを獲得。400メートルリレーは1999年、セビリア世界選手権で銅メダル、2000年シドニーオリンピックで銀メダルを獲得している。1995年8月、世界選手権を初出場となったイエーテボリ。世界選手権は男子200メートルで決勝に進出し、20秒40の5位に入った。 1997年8月、アテネ世界選手権は、男子200メートルで2大会連続の決勝に、進出すると、決勝では、アトボルドン、フランク・フレデリクスに次ぐ20秒26で3位に、入り、200メートルでは、女子も含めブラジル勢初のメダリストとなった。1999年8月、セビリア世界選手権は、男子200メートルで3大会連続の決勝に、 進出すると、決勝では20秒00の自己ベストをマークし、モーリス・グリーンに次ぐ2位に入り銀メダルを獲得した。男子400メートルリレーでは、ブラジルチームの2層を務め、38秒05の南アメリカ記録を樹立しての4位に貢献した。その後、3位だったナイジェリアが、イノセント・アソンゼのドーピングにより2005年にメダルを剥奪されたため、 ブラジルが繰り上がり銅メダルを獲得した。1999年9月11日、セビリア世界選手権の男子200メートル決勝から約2週間後に行われたグランプリファイナルの男子200メートルでは19秒89の南アメリカ記録を樹立し、セビリア世界選手権金メダリストのモーリス・グリーンに競り勝ち初優勝を成し遂げた。 この時に記録した19秒89は、同じブラジルのロブソン・ダ・シルバが1989年に記録した19秒96を更新するものだったが、この記録は2009年8月に、パナマのアロンソ・エドワードによって更新された。2000年9月、2度目のオリンピック出場となったシドニーオリンピックは、男子200メートルで初めて決勝に進出したものの、 20秒28の6位に終わりメダルを獲得できなかった。しかし男子400メートルリレーではブラジルチームのアンカーを務め37秒90の南アメリカ記録を樹立しての銀メダル獲得に貢献した。これはオリンピックと世界選手権を通じて400メートルリレーにおけるブラジル最高成績となっている。記録欄のうちの数字は風速で プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。